賃貸借の解除の効力第620条。賃貸借の解除をした場合には、その解除は将来に向かってのみその効力を生ずる。この場合において、当事者の一方に過失があったときは、そのものに対する損害賠償の請求を妨げない。損害賠償及び費用の償還の請求権についての期間の制限第621条。第600条の規定は賃貸借について準用する。第622条削除。第8節雇用。雇用第623条。雇用は当事者の一方が相手方に対して労働に従事することを約し、相手方がこれに対してその報酬を与えることを約することによってその効力を生ずる。報酬の支払い時期第624条。労働者はその訳した労働を終わった後でなければ報酬を請求することができない。第2項期間によって定めた報酬はその期間を経過した後に請求することができる。使用者の権利の譲渡の制限等第625条。使用者は労働者の承諾を得なければその権利を第三者に譲り渡すことができない。第2項労働者は使用者の承諾を得なければ事故に代わって第三者を労働に従事させることができない。第3項労働者が前項の規定に違反して第三者を労働に従事させたときは、使用者は契約の解除をすることができる。期間の定めのある雇用の解除第626条。雇用の期間が5年を超え、または雇用が当事者の一方もしくは第三者の終身の間継続すべきときは、当事者の一方は5年を経過した後いつでも契約の解除をすることができる。ただしこの期間は商工業の見習いを目的とする雇用については10年とする。第2項前項の規定により契約の解除をしようとするときは3ヶ月前にその予告をしなければならない。期間の定めのない雇用の解約の申し入れ第627条。当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者はいつでも解約の申し入れをすることができる。この場合において雇用は解約の申し入れの日から2週間を経過することによって終了する。第2項期間によって報酬を定めた場合には、解約の申し入れは時期以後についてすることができる。ただしその解約の申し入れは当期の前半にしなければならない。第3項6ヶ月以上の期間によって報酬を定めた場合には、前項の解約の申し入れは3ヶ月前にしなければならない。やむを得ない事由による雇用の解除第628条。当事者が雇用の期間を定めた場合であっても、やむを得ない事由があるときは、各当事者は直ちに契約の解除をすることができる。この場合において、その事由が当事者の一方の過失によって生じたものであるときは、相手方に対して損害賠償の責任を負う。雇用の更新の推定等第629条。雇用の期間が満了した後、労働者が引き続きその労働に従事する場合において、使用者がこれを知りながら異議を述べないときは、従前の雇用と同一の条件で
さらに雇用をしたものと推定する。この場合において各当事者は第627条の規定により解約の申し入れをすることができる。第2項従前の雇用について当事者が担保を供していたときは、その担保は期間の満了によって消滅する。ただし身元保証金についてはこの限りでない。